橋別駅は、北海道増毛郡増毛町大浅増毛村浅橋。別にあった北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅で、ある。電報略号は生え。1977年の橋別仮上降場と、周囲約500メートル範囲。左が、増毛方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成当駅の所在する地名より、アイヌ語のパシペ、スミカ川、あるいはパシペ、芝木、川、この点下などの説が考えられているが、諸説あり特定しがたいとされる。短式ホーム一面一線を有した地上駅。ホームは線路の北側に存在した、電鉄器を持たない防線駅となっていた。 仮上工場に羊を持つ開業時からの無人駅で、駅舎はなかったが、ホーム東側で入り口付近に待合所を有した。阿文駅及び主分別駅と外観は同系の建物だったが、内部は他の二駅とは異なり、コンクリート仕上げであった。トイレはなかった。ホームは木製デッキ式で、深川方にスロープを有し駅施設外に連絡していた。 漁港の集落がある。駅は国道から分岐した旧国道の狭い道から民家の間の狭い路地を抜けた畑の向こうの築庭場に位置し、枕木を使用した階段を登ったところにあった。待合所、ホームともに解体され、やぶとなっている。道路と駅の間にあった広場は、ホタテ街養殖業者の資材置き場に転用されており、立ち入り禁止とされ、 駅跡に近づくことはできなくなっている。2017年11月時点で残存している。駅設備としては、ホームと広場を連絡していた階段があるほか、駅跡に隣接する旧橋別川橋梁も、両端に立ち入り禁止と記された柵が建てられただけで、損地されている。また、旧駅舎と見られる建物が朽ちながらも既存している。橋別仮上工場に関するカテゴリー。 ありがとうございます。